はい、こんばんは、ポップです。エフェクトチャンネル、12月5日土曜日。今回は週末スペシャルということで、ポンド円の中長期的な目線からの解説をしていきます。動画の前半部分はポンド円、後半部分は少しではございますが、ポンドドルについても言及していきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 それではね、早速右側のチャート、ポンド円の60分足、約1週間の時間軸のチャートから解説をしていきます。まずはね、こちら1週間の時間軸ということで、今週のスタートに関しては138円50銭付近からスタートしたというところでございます。 えまずはね、えー、水曜日にかけて、まあ、ジグザグしながらも移動平均線の角度を変えながら、えー、しっかりとねサポートを移動平均線付近で受けながら、えー、上値を伸ばしていたというところで、まあ、140円をね1回超えるというところがございました。えー、そして水曜日、えー、一旦ね大きく140円を割り込むようなところがあったんですが、すぐさまね139円。 こちらがね、3回目のサポートという形になりますが、しっかりとサポートを受けた後、再度140円こえ、ね。ちょっと木曜日から金曜日にかけてね、調整する場面があったんですが、結局はね、140円50銭を上抜ける場面も出てくるということでね、まあ、順調に200ピップスぐらいね、上値を伸ばすことができた1週間でございました。 ただね、アメリカの雇用統計発表が終わった後からですね、一旦は調整して140円を若干ね、下回って終わるというようなポンドでございましたが、最終的にはね、上値を伸ばしたことには変わりないというところで、こちらはね、ブレグジット、イギリスの EU 離脱の進捗状況によって、ネガティブなね、報道がなければ、テクニカル的には上方向に行くかなというところでございます。 これをまず4時間足でね、約1ヶ月間の時間軸となりますが、ご覧いただきますと、大きなねポイントとしましては、やはり140円超えというところがね、大きなトピックスになろうかと思います。こちら、4時間足となりますと、約1ヶ月間の時間軸でございますが、まあ、11月の前半戦で1回140円。 そして12月の後半でも140円付近でね、レジスタンスを食らって大きくね、猫の耳のようなダブルトップをつけていた。まあ、本来であればね、ダブルトップというのはそのまま下げていく要因にもなるんですが。 しっかりとね、11月の後半部分に切り返して、再度140円近づきますと、まあ、乱高下しながらも、最終的には140円を今までの上髭ではなくて、実体ベースで上回ってきたというところがね、大きなポイントになろうかと思います。えー、ということでね、ダウ平均の方も株式相場ですね、3万ドルを超えてきた。 そして日経平均も2万7千円間近というところになりますと、まあ、リスクオンの状況でね、ポンドの方はどんどん買い戻されて、上方向を目指していくんじゃないかというような見通しをと思っております。 とはいってもね、最初にお話をしました、イギリスの EU 離脱、ブレグジットの協議の関連でですね、これが進捗が思わしくないという報道を受けますと、ところどころ下がってくるんですが、こればっかりはわからないことですが、最終的にはね楽観的に協議の方はねまとまると見ておりますので、こういった形でまとまってくれば、ですねその時には大きく吹き上げる要因の一つになろうかなというところでございます。 そしてもう少し、ね、4時間足よりか時間軸伸ばした日足の方をご覧いただきますとこちらね直近の高値というのはね9月1日の時につけました142円超え、まあ、そこからね一気に下落する場面もあったんですが、まあ、じりじりとね乱高下繰り返しながらしっかりと上がってきた印象がございます。 ポンドに関しましては、ね本当にイギリスの EU 離脱、こちらによってね左右されるという状況で大きく下げる場面もあるんですが、今後もねこの142円を再度目指してね上昇していく、そして冷やしベースの移動平均線も今までのね下落、そしてレンジ相場から右肩上がりになってくるので、もう少しね大きく上げるところが出てくるんじゃないか。ままだだねじじりりと調整ししなががら上っていく中でショートを苦め ために上方向に上がっていくんじゃないかというようなね、えー、見通しを取っていきます。 ということでね、デートレに関しましては、60分足、こちらにね、また戻っていただきますと、最終的には移動平均線を割り込んで下げるところも今まではあったんですが、最終的にはね、大きく陰線の後に陽線が出てきたところ、明確に V 字回復で戻ってくる経緯がありますので、非常に乱高下というところでございますので、なかなかデートレでは難しいところではございますが、しっかりとね、4時間足ベースでね、こちら、 移動平均線線線付近ででから陽線ですねこういったところでサポートが入った場合、ですね一旦この移動平均線、まあ、4時間足ベースの移動平均線24を割り込んだときには様子を見ながらですねしっかりとその上側で、ね、サポートを受けたときにはロングを取りながら142円ぐらいまで上値を追っていくというような、ね、感覚でよろしいかと思います。 なぜね、このような形で強気相場に見方をしているかと言いますと、先にお話ししましたードルベイドルですね。いわゆるドルストレートのところ、チャートを見ていただきますと、明確にわかるからというところですね。冷やしの方にね、ちょっと戻っていきまして、こちらはポンドドルの冷やしチャートでございますが、これをポンドベイドルにしていただきますと、 はい、えー、こちらですね、えー。ポンドベイドル見ていただきますと、とうとうね、えー、こちら9月1日につきました1.34。こちらを上ヒゲではなくて、明確に上抜けてきたというところがね、 一つ決定的、要はね、ポンドが上がるような要因の一つになろうかと思います。この1.34を抜けることによって、当面ね、真空地帯といいますか、売り圧力が出ないところになってきましたので、唯一ね、イギリスの EU 離脱のところが下に下げるリスク要因ではございますが、基本的にテクニカル的にはもう邪魔するものは何もないというところでね、上値を伸ばすような真空地帯、要はね、踏み上げ相場に 落ちるような状況になってきたというところでございますそして週足も見ていきましょう こちら1.34超えてきますと、えー、これはもう何年ぶりかという形になりますが、かなりね、えー、まあ真空地帯が上の方に伸びているということで、まあ、ここに行きますと、えー、邪魔するね、えー、まあ戻り売りというところが、ね、なくなってきますので、かなり上を伸ばすというところで、まあ、1.35を、ねえー、超えてきますと、えー、1.4ぐらいまでね、一気に爆発する可能性もあるというところ、そして、えー、先にもお話をしました、ダウ平均の方が3万ドルを超えてきたということで、やっぱりね、 相場どこが天井かは分かりませんが、えー、ろうそくと、ね、電球、よく、ね、例えをするんですが、えー、これらが消える前、えー、バブル前という,、えー、いうところ、バブルの絶好調というところは、やっぱり明るく光ってからねろうそくが消えたり、電球が消えるという形になりますので、まあ、大きく下がるにしましても、一旦ね、えー、大きく上げるという場面が出てくると思いますので、まあ、絶好のね、えー、こちらドルストレートに関しましては、その大きく上がる舞台は整ったからというところでございます。 ポンド円にまた話を戻していきますと、週足ではねまだ上値が重いという状況でございますが、ドルストレートが中心にね大きく上がっていくというところを考えますと、ポンド円の方もねじわじわと上値を目指していく、上値を突破していくというところがね想定されますので、このあたり高値付近でまあ明確にね140.50。140. ここでね、上髭をつけて、陰線をつけたというところでね、ショートを取りたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、一時的、本当短期間でね、ショートを取るというところではよろしいかと思いますが、やはり中長期的にトレードをしていくというところであれば、ポンド円に関しては、まあ、安いところで拾って、しっかりとこの60分足、もしくは4時間足ベースで陰線から陽線に切り替わったところでロングを取る。こういったところでね、戻り売りを意識、戻り売りじゃないですね、押し目買いを意識 してしっかりと下がったところ、できれば4時間足の方がよろしいですね。ちょっと動きがね、60分足、激しいものですから、4時間足ベースで陰線から陽線に切り替わったところですね。これが移動平均線よりか上側でというところをね、一つ参考にしていただいて、まあ、押し目をつけたところでしっかりロングを組んで、まあ、えー、ポンドドルが大きく上値を伸ばしていきますので、ポンド円もその後ね、後をついてどんどん進んでいくだろうというところでございますので、ちょっとね、高値付近のショートは避けて いただきながら大きくね押し目をつけたところ4時間足ベースで移動平均線の上側で陰線から陽線に転換したタイミングでしっかりとロングを取っていくまあ、このようなね、えー、方向性でよろしいかと思いますので、えー、一つね、えー、皆さんの相場感と照らし合わせて、えー、納得いく部分があれば参考にしていただければと思います はい、えー。以上でね、ボンド円の解説は終わりまして、えー、その他の動画でも、米ドル円、ゴードル円、そしてユーロドルの方もね、えー、解説しておりますので、えー、興味がある方、えー、他の動画もご覧いただければと思います。えー、今回は以上です、えー。今週も1週間お仕事とトレードお疲れ様でございました。えー、まだね、12月、えー、FOMC が12月16日にありますが、そこまではね、マーケットの方動くと思いますので、えー、しっかりとね、えー、ポンドに関しましては、 押し目をつけたところでロング目線で攻めていただければと思いますので、参考にしてください。えー、来週もまた1週間、えー、お仕事、トレード、頑張っていきましょう。バイバイ。